山口さやかは日本の女優、タレント、福岡県出身、フラム所属、堀越高等学校卒業、11歳の時、東京ラブストーリーに出演していた鈴木ほなみに憧れて女優を志す。1994年、14歳の時に日清食品、どんべいでテレビ CM デビュー。富士テレビ系、テレビドラマ、若者のすべてで、 ドラマデビュー。その後、女優業の他にフジテレビ系、バラエティ番組、笑っていいとも、などバラエティにも進出し、1998年には歌手デビューも果たす。いわゆるアイドル女優と呼ばれる立ち位置で、芸人たちが多くいる慣れない場所でも活動を続けていたが、バラエティで頑張ると逆に、ドラマのスタッフなどからは、使いにくいと言われてしまうなど方向性に悩むことも多く、 体調を崩したこともあり、22、3歳の時に一度芸能界を辞める決意を固める。しかしそんな時、これが最後と決めて挑んだ2003年ののだ、秀樹演出の舞台、オイルの練習が大変だった反面、本番がものすごく楽しく充実感を得たことで、辞めたくないという思いが強まり、その舞台での姿を見た演出家の荷長は幸雄から次の舞台の仕事へ声をかけられる。 そして出演した舞台、エレクトラでは蜷川に、ゴミ、鼻クソと厳しい言葉で罵られることもあったが、そのおかげで復帰で精神的にも鍛えられたことで女優を続けることができたと後のインタビューで語っている。2014年頃からドラマのオファーが増え、2015年には計6本出演するなど、主役ではないものの幅広い役柄をきっちり演じきる。 それぞれの作品に欠かせない名バイプレイヤーとして女優活動を続けている。2018年ブラックスキャンダルで38歳、芸歴24年にしてドラマ初主演。ありがとうございます。